以下、王座戦、本戦一回戦終局後の深浦光一球団と、藤井聡太二冠の発言を、時系列順に並べ替えた深浦、この一局はもう、藤井聡太二冠の連勝は、意識しないで局面に集中するようにしました藤井、聡太、矢倉で、急戦長の将棋はやってみたかったんですけど、ちょっとうまくバランスを保てなかったので、 ちょっとやっぱり、理解が浅かったのかな、と思います。深浦、以前の藤井聡太二冠との対戦は、こちらの内容が悪かったので、今日は、女中盤からしっかり考えて、時間はメリハリよく使っていこうかなと思っていました。藤井聡太、玉が薄い形で戦いになってしまって、まとめることができなかったかな。 という感じです、深浦。ちょっと仕掛けのあたり、特に生産があるわけではなかったんですけど、ちょっとゆっくりすると、攻めの右銀が使いづらいかなと思って、思い切って仕掛けていきました。角を押さえ込んでという、有給あたりの方針だったんですけど、うまく裁かれて、少し苦しいかなと思った局面もあったんですけど、 深浦、一途で6六銀から7七歩、8八金が受けの勝負手で。そこで手がなければ、チャンスがあるかなと思いました藤井聡太、6六銀から7七歩、8八金と強く受けられて。手段があればと思ったんですけど、進んでみればはっきり負けになってしまったので、その前後で息長い手を選ばないといけなかったのかな。 と思います藤井聡太。水で6六角同歩6、7銀と寄せに行ったが、深浦玉は捕まらず。その前に誤算があって一気に負けにしてしまったので。なんかもう少し。まだ難しい局面だったと思うので。バランスを保つ手を見つけないといけなかったかな。と思います藤井聡太。自分としては連勝はあまり意識せずに。 やってきたんですけど。うーん。ここまでができすぎだったかなぁ。と思うので。今日の将棋をしっかり反省して次につなげられればと思います。藤井聡太。棋聖戦五番勝負は渡辺明名人を挑戦者に迎え前期と立場は違いますけど。同じようにぶつかるという気持ちで臨めたらなと思っています。藤井聡太。 連勝、19でストップ、将棋将棋の藤井聡太二冠、18、イコール規制、大イコールは6日。東京都渋谷区の将棋会館で刺された第69回王座戦、挑戦者決定トーナメント1回戦で、深浦光一九段、49、205手で敗れ、同期戦の敗退が決定、今期初黒星で、 昨年10月から続いていた公式戦連勝は19で止まった。うまくバランスが保てていなかった。終局後、後手番の藤井聡太二冠は悔しさを噛み殺した。やや優位に立ちながら、終盤に粘る深浦九段に逆転を許し、押し切られた。 2017年に記録した史上最多の29連勝に続く。将棋界初の2度目の20連勝以上を逃し、ここまでができすぎだった。しっかり反省して次につなげたいと話した。一方、藤井聡太二冠は6月に臨む規制くらいのハーツ、防衛戦が、全帰省の渡辺明名人。 37、イコール起用、王将イコールとの再戦に決定。昨年と、立場は違いますが、思い切りぶつかるだけでスト前を向いた。昨年からの連勝が19でストップ将棋の藤井、相太二冠将棋の藤井相太二冠、18、イコール多い、帰省イコールが6日。 東京都渋谷区の将棋会館で行われた第69期王座戦、日本経済新聞社主催の挑戦者、決定トーナメント1回戦で、深浦光一九段、49、に敗れた。昨年10月以来の黒星で、公式戦の連勝は19でストップした。藤井聡太二冠は、連勝はあまり意識していなかった。 ここまでは出来すぎなので、今日の将棋を反省して、次につなげられればと話した。終盤の競り合いを制した、深浦九段は、相手の連勝は意識せず、局面に集中したと語った。藤井聡太二冠は2016年12月のデビュー戦から翌年6月まで、新記録となる29連勝を達成。 昨年10月からは、渡辺明名人、37、イコール起用、王将と合わせ3冠イコールラトップ騎士を相次いで破り、自身にとって29連勝に次ぐ連勝を記録していた。藤井聡太二冠の次の対局は、13日の第80期将棋名人戦、B 級一組十二戦、朝日新聞社。 毎日新聞社主催で、三浦博之球団47と対戦する。6月からは、棋聖戦の初防衛戦で、挑戦者の渡辺名人と戦う。次のオーディオビデオでお会いしましょう。